トロールフェイスクエストホラー2懐かしい懐かしすぎて力入りまくったね今感動するね。懐かしいわ。トロールフェイスクエスト僕確か何本か動画にしてるんですが、数年ぶりにこちらやります。はい、確か何年か前にホラー1はやったんですが、今回2を皆さんと一緒に遊んでいこうかなと思います。はい、もう時がね結構経ってるからか、もう3までやります。はい、こういうなら3やろうかな。うん、でこれどういうゲームかっていうと、海外でね結構有名なトロールフェイスっていう、これに近いかな、その顔面があるんですが、その子が基本的におふざけしてくるゲームなんですよ。はい、でねこのホラーシリーズなんだけどね、有名なホラー映画のキャラクターがトロールフェイスになって出てくるっていう、そんなゲームになります。やっていきましょうか。プレイ。あー懐かしいこのキャラクターよく出るよね。そう、この子がトロールよね確か、わからんけど。はい、で一応ね僕報告を取っ払うためにね課金してます。ヒカキンじゃないです。さあやっていきましょうか。これレベル1って書いてあるけど、レベル何までやるんだろうね。うん、でこのゲームね基本的にクリックだけとか、クリック連打とか、クリック長押しでこうドラッグ&ドロップみたいなのもあるんだよ。うん、やっていきましょうか。じゃあまずこの子の眼球を、あ電気つきましたね。はい、この子の眼球を押す、電気つくタイプだこれ。はい、でもう一回押すと、ふんふん消えて、あ待ってこれシャイニングだ、すげえ、全然笑う要素ないよ今。なんで笑ったのこの子、何一つ笑う要素なかったけどななんでこの子笑ったんだろう、怖っ。はい、じゃあやり直していきましょう。はい、これ開けるとかじゃないの、違う、うん、ダメだ。はい、シャイニングの双子の女の子よね。どうすんだ、ムスッとしてる。この子たちをクリックするのかな、つけて、はい、どうだ、あぽいぽいぽい、きた、こんな感じよ。そういいですね。はい、こういう風にいろいろクリックして攻略していくっていうゲームですね。はい、じゃあ次のレベルいきましょうか。おっと次は、うん、ヒントを使うってあるけどね、これ極力使わずにいきましょうか。シャワー、あぽいぽい、うわ怖、この子がお化けになるの、これなんだろうこの映画、あ、いる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 。何これ、流木、流木の悪魔だ。はい。なんかスプーン持ってるけど、これじゃないの、ちげえか。これは違う。反応しないとかあんだね。さっきどこを押しても反応しましたが。うん。あ来たぞ。あー、なるほど。これでいいの、あ来た、一発や、何が正解なのか分かんないね、これ。そう、正解が謎なのよ。もう一回さ、これやって、ミスパターン見たくない？シャワーを押さずに多分こっち行くんじゃない？そうだ。なるほどね。この化粧を落としてない状態で振り返ったら多分襲われちゃうんだよ。だけどさっきはこれで化粧落ちてたから、このね、流木の悪魔が驚いたと。ああ、なるほどね。はい。で、これどんなんだ？あ、ちょっと待って。スプーンで殺めるな、お前。どんだけ可愛い武器使ってんだよ。スプーンの悪魔かもしんない。はい。もういいですね、このチェンソーマン乗り。では、次のレベルいきますよ。はい。あ、これは何？うん。なんかマングローブじゃなくて、なんだっけ？ハリーポッターに出てくる泣くやつ。あれかな？いや、違うか。元ネタがわかんねえな、これ。これは？これ違う。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 じょうろでお水、あー、来た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 。ここで、こっち側なんかすごい目立ってるよね。こっちにあげんじゃない？あ、いけるいける、なるほど、うわ、あー、これが失敗ね。これ普通にどこ、あ、じょうろクリックしたらこれ全体に行くのか。なるほど、こう伸ばしてやったとかじゃなかったんだ、さっきのは。はいはいはい。まあこのお花が咲いたことによって、これハリーポッターでないっていうのが分かりましたが、何でしょうね元ネタ、これ分かる方いますかね。はい、どうするんだろう、この辺押せないもんな。あ、来た来た来た、これこれ、今長押しした、グイってこうね、なんていうの、スクロールみたいな、スマホで言うとさ、あー、こうやって振り向かせんのか、人面サボテンか。うん、うん、なんで笑うの毎回わけわかんないってことで笑わない、この子たち、コーン。はい、次切り替えがやばかった今。はい、あ、これチャッキーだ、周りの子たちは
あ、動く。すげえ。なんだそれ。弱そう。蹴飛ばしたら全員倒せそう。この子はタンバリン、タンバリンじゃない、シンバルかな。シンバル叩いて、この人は、はい、無職になったのかな。はい、ではチャッキーを押しましょうか。んまたスプーンかよ。このさ、トロールフェイスクエストのホラーキャラクターたちは全員武器スプーンなの。なんだそれ。やられちゃったね。どうすんだ。この子たちを叩きまくって、いや、違うっぽい。あ、いや、でもどうだ。リズムに合わせて、あーでもね、これ一人一人確認して終わってからじゃないと他反応しないね。棚は開くとかじゃないよね。はい、この辺も違う。この子は違うよね。これまたこう長押して、もう違うな。うん、チャッキーは、あ、来た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 、これだ。やったぞ。この隙に押すとか、あー、いいんだ。マリオネットになっちゃった。チャッキーが操り人形だね。はい、次のレベルはいろいろこれ失敗とか成功を見ていくのがね、すごい面白いのよ。うん。ハエがいて、人がいて、トロールかな、この子が。トロールくんがいて、これは、あ、キモ、うんちがある。何よ、これどうやんないよ。この辺違うよね。洗い物とかではなく、冷蔵庫も違うかな。うん。あー、また押しちゃった。なんで俺ここ押したよ。もう、ぶっ飛ばすぞ。気を取り直して。この辺は、あ、ハエか。ハエ動かして、この子を捕まえるとか。あ、わかったぞ。これ開けて、すぐハエを。あー、いけねえわ。先にハエをやるのか。え、あ、来た。これで、あ、ダメだ。戻っちゃう、これ。ここにつけるとか。あ、そうだ。すげえ、なにこれ。で、このキャラが何、元ネタわかんねえ。あんのかな、これ。はい、これで食べるといけるんだ。なるほどね。対応してんだね、このうんちに。うんちーずケーキ。なんかこの顔腹立ってきたな。はい、次これは何。うん、モノクロですよ、レベル6。はい、移して、あ、フランケンしたいんだ。はいはい、お次は消す。あー、自分の影取って、待って、これ成功するんじゃない、これで。なんだそれ。あー、やっぱこれよくない。来た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 。今までで一番まともなトロールの笑い見えたね、今。はい、成功した。もう一回失敗パターン見よう。この辺を押しても何もなんない。この子は、あ、この子押してもなるんだ、これ。はい、で次は、あー、出てくるんだ。はい、でどういう攻撃、またスプーンかな。なんだそれ。驚かし方が優しいな、このフランケンシュタイン。はい、あー、また戻るんだ。オッケー、まあ一瞬でいっちゃいましょうか。ささ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 さ、指の動き半端なく速いぞ、この子。若干領域展開してんだよな。次のレベルいきますわよ。はい、あ、これジェイソンっぽくない？はい。あ、なんかジェイソンっぽいスリッパがある、これ。ちょっと、これ多分正解だよね。あ、はい、いた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 。はい。あれ、これ一発クリア？あ、違うわ。ずっとこのままだ。うん。ちょ、このスクエアエニックスっぽいシューズ着ましょうよ。なんで？ブッパーブッパーじゃないよ。なんか不思議の国のアリスでさ、そういうキャラクターいたよね。歩くたびにブッパーってなるやつ。はい、じゃあこっち側は、あ、吐くんだ一応。かわいい、すごい癒し会かもしんないこれ。はい、これやって他を吐かせるんだろうね。もう一回押すとか。いや、でもこの辺押したらダメだったから、あ、これもうこの時点で失敗なのかもね。どうすんだ。持てるぞ、これ。さっき感度が悪かったな。はい。持って、どう、あ、これさ、ひょっとしたら、ジェイソンの仮面っぽいんで、顔にやるとか。あ、そうだ。クロックスを仮面に再利用したぞ、この子。そしてまたスプーン。これで押すんだよね。はい。あ、オッケーだ。了解です。はい。レベル8、フレディだ。来たぞ、マシュマロ焼くの。こうフレディのなんかオフショットみたいな感じかな。フレディ完全に今キャンプの動画を撮影しようとしてるんじゃないかな。これを焼きマシュマロにして、溶けたよ。で、フ
レディオス。あ、伏せねえわ。この辺は？はい。あ、食べた。ん、かわいい。ダメなんだ、これ。どうすんだ、これ。こうやって、あ？むずいな。はい。ちょっとこれね、わからなすぎるんでヒント使いました。はい。初ヒント。で、はい。ここわかるよ。無理だろ、これ。パソコンでどうやんねん。あ、来た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 。なんかできた。よかった。済んだかと思って俺。あー、どういうこと。よかった。パソコンでスワイプどうやんねんと思ったらどうにかできましたね。はい、次行きましょう。いいぞ。あ、これアナベルかな。どうだろう。ちょっと僕詳しくわかんないんですが、うん。顎熱くないの？めっちゃ焼いてんじゃん。顎ひげ焼いてんのかな。多分顎ひげの永久脱毛自力でやってんだろうな、この子は。はい。これを押し、消すな。あ、これで試すことな。あー、やっぱ失敗かこれ。もう一回かなこれ。はい。気を取り直していきましょう。意外とジャンプスケアとかもあるんだね。すげえ淡々と次進んじゃった。このベール取るとか？あー違うな。歯を抜くとか？違うな。目を潰すとか？あ、違うな。で？やめてそれ。どうすんだろう。この子こ、あ、いやいやいや違うよ。長押しをしてこっちにやったの今。あ、なんかできた！え？俺は何をしたの今？どういうことやねんこれ。ベールをクイックイってこう、わけわかんない方向に向けてたらなんかこの子出ましたね。やったん。はい。お次はヴァンパイアか。ほう。ドラキュラ。寿司って書いてありますね。横の提灯がドラム缶にしか見えない。これで、魚をこれ。あ、違うか。あ、これは失敗だよね。はい。ドラキュラに気づいてしまったトロールくん。お魚をぶん投げるかなと思ったんだけど違うし、これは扉閉める。違うな。あ、変わったぞ。この人をクリックしたら今近づいてきたんで、でもこれもなんか失敗に近い気がするぞ。あー、ダメか。2パターン失敗があるの初だね。どうするの？これ扉閉めるとか無理だ。一回近づけて、あーダメだな。これむずくない？みんなどうやると思う？はい。レベル10か。これ難易度とか上がってくんのかな？他になんか、あ、ダメだ。俺この足をしたね、今。どうすんだ？これで？なんかできたぞ。変わったぞ。目あったぞ。沈黙すんな。なんでそんな状態で沈黙できんだよ、お前ら。これでスマホでこれ撮んじゃない？あ、違うか。はい、あ、手名付けてんじゃん。飼い主になっちゃった。はい。あ、上手だ。すごい。これは、この辺は？なんだそれ。この子は。あー、近づいちゃった。あー、でもこれ連打すんじゃない？ダメだ。これ、回数決まってるわ。この人を、あ！なんかできたぞ。これで、お！危な！そして足柔らか。それ足裂けてないそれ。大丈夫？で、歯磨きして綺麗になりましたが、次どうするの？普通にクリックでいいのか？笑うだけかい。やったです。なんとか進めましたよ。さあ、次行きましょうか。うわ、来た！イットペニーワイズ！はい。この子押すと、なんもなんないね。はい。眼球は？はい。毎回眼球押してない、俺。お。なにねねねね。控えめな笑い。はい。やられちゃいましたね。これ来る前に全部、あー違うか。なんか正しい順序があるのかな。じゃあ上からやってみる。あー違うか。一応これ全部割ってみます？次これ。あ、来た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 。ここか。これでよかったんだ。やっ
ったぜ。これ結構簡単だったね。うん。お次は、歯磨いてますが、お手、これ怪しい。汚っ。なんだそれ。お化けすら出てないじゃん。うん。トイレのお化け？どうすんだろう。これ鏡かな？あ、俺わかったわ。多分そうだよ。お化けが来たら鏡に映るから怖がるんじゃない？だからこれを開けるんだよ。違うわ。どうすんだ？あ、うわーなんか来た。何この子。今この子をクリックしたらトイレからなんかうんこが出てきましたね。はい。お食事中の方はね、申し訳ないんだけどね、この人はうんこ。失礼しました。はい。この人はどうするんだ？フックがあって。今までさ、武器スプーンだったけど、本物のなんか凶器になりましたね。はい。頭かち割られましたけど、どうするんだろう。これはでも合ってそうだよね、まず。うん。10ゲーム、10ゲームっていう風に唱えて、次は？あ！なんかできましたよ。これで、この人、あ、違うか。こっち、めっちゃダサ！かわいそうだな、これ。なおさらうんちに近づきましたね。はい。あ、優しい。ほんわかや、これ。めっちゃ癒しかやんじゃん、このゲーム。はい、お次は、赤いドレス着た女性がいて、この人がお化け？うん、車がある。車なんかこれ、サリーが乗ってそうだよね。モンスターズインクのさ。じゃあ、これがマイクかな。ね、色が同じだし。はい。まずこれをクリック。あ、サリー強くないかこの人。そんな怪力あるんだ。じゃあ女性をしてみましょうか。あー、これでもなるんだ。他のなんか、この辺引っ張るとか違うか。車を引っ張る。あー、違うか。ギリギリで、すいません。失礼しました。母国語出ちゃいましたね。ギリギリで止めてみようか。あー、ここのなんか水たまりに触れると加速しちゃうね。どうするんだ？あ、待って。後ろっ側にこれ引けるぞ。これ何回か繰り返してこっちの勢いを加速化させるとか連打とか違うか。むずいな。上に上げる、下に下げる、違う。前にやっちゃうと死んじゃうからな。むずいな。ここを拭き取るとか。これも違う。このマンションの明かりは、いや、これむずいぞ。はい、ちょっとヒント使ったんですが、やったよこれ。ダメじゃん。もっと勢いよくパーンってやんの。いきますよ。はい。おい。どうすんのこれ。ゆっくり行ってもね、ダメなのよ。ダメじゃないかこれ。いけるか。いけたー。そして引かれてんのに笑ってる。変質者や。じゃあ次行きましょうか。15レベ。これはあれじゃん。絶対貞子送るよ。はい。取りて。じゃあ、テレビ押しましょうか。これ途中でリモコンとか、あ、ないか。なんかリモコン押してさ、この子を画面の途中で閉じ込めるかなと思ったんだけど。これかな？違うか。何してんの？君たち。そろそろ震え止まれ。いい加減この状況怖くなくなれ。これ押しちゃうと、あ、ダメだよな。でも、いい線いってんじゃないかな。これもう一回、連打とか。来た！連打でやってんのかな？普通にクリックでいけたのかな？どうなんだろう。かわいいね。はい。さて、次は？あ、これは何？マイケルかな？それともレーザーフェイスかな？そっちよりかもね。まずクリック、あ、なんすよ。はい。クリックし続けると、面白顔を連発してくるんで、その前に何をやるんだろう？このタイヤは？これ違うか。この辺押しても反応しちゃうな。これ怪しいよね。なんで？ここ押してんのに。長押しになんかやる？違う。これは何だろう。なんか来た！なんか結構上からこう引くとか、下からこう長押しで、ファーってやるとか多いね、これ。はい。じゃあ次は、この子をクリックする。ダメなんだ。一回これ下げる。もう一回やるとか。ああ、来た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 ！待ってこれ！有名な海外の映画あるよねこれ。なんだっけ？ネバーランド的な。はい。
よかったな、友達できて。はい、これもう一回クリック。あー、オッケー。はい、あれ待って、これ終わり？シークレット、あ、これ最後レベルですね。また母国出ちゃいましたね、申し訳ないです。はい、これ最後のステージかな。はい、隠しステージ的な。これは、これは、この子は、この子でもない。これ怪しいね、この靴とかも。この板も怪しいな。シャッターは、あ、で、これを下げるとか。ちげえな。うおー、なんか来た。クラーケンか。はい、連れてかれちゃったな。次はシャッターをガーンって閉めるんじゃないかな。このコードを直すとか、こうやって押して、あー違うか、この辺のスイッチも。あー、ダメだ。ひょっとしてこれを開けてから、これは、あ、来た。で、釣りするのか。なるほど。クラーケンで釣りで取れるの。漁師さん大変じゃん。はい、これで引いてみましょう。うん、すげえ際どいところクリックしたね、今。うん、で、お前が釣ったんだぞ。お前が釣ってなんでそんな表情すんだよ。はい、まだこの子は分からない状態だからかな。うん、で、あー、ダメだ。これもさっきのヴァンパイアと一緒で失敗が2つあるパターンや。まずは開けて釣り竿でやつを釣るってのは分かりました。はい、で、お次は、うん、この子をクリックしたら死んじゃうんで、また別のアイテム取るんじゃないかな。扇風機、これチェキか。で、閉める。この子を押す。あ、ダメだ、立たせらんないし。どうすんだこの子。あ、ダメだ、長押しでこっちに返すとこもできない。引いて、次はこの子下げる、上げる。あ、来た。なんで。同じ生物が入ってた。なるほど、評価してねえ。だって、押します。はい、あれ、はい、評価してねえということで、皆さんもこの動画高評価、チャンネル登録お願いします。これ終わったのかな、レベル選択。あー、待って、もう一つあるわ。うん、これやっぱ全部終えてるっぽいね。あ、終えてる終えてる。じゃあこれ最後、シークレットの、わー、なんかあった。これなんだろうね。このキャラクターわかんないな。この女の子を押して、できないね。またスプーン。これ何なの、このスプーン共和国。なんかこのホラー映画はこの時間が関係あんの、どうするんだ。はい、なんか虫眼鏡で見てるか、視力検査これから始めるかみたいな感じのポーズしてますね。どうするんだろう。もう一回押すか。やばいやばいやばい、気候種がいる。はい、気候種ほっといて、花瓶とか、あ、違うな。これやって、これを押す、長押し。あー、なんか変わったわ。はい、マーカーでこれでクリック。ん、この子は、あひでえなこいつ。ひでえけどちょっと笑える。はい、で、ん、こんなん最低じゃねえか。女の子の顔に落書きして寝起きを撮るって。帰れよ、お前。はい、ということで今回トロールフェイスクエストホラー2実況プレイしました。いかがだったでしょうか。もし好評ならホラー3実況していこうかなと思います。どうですかね、皆さん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。